八王子は、萩生がいた頃、それは恐ろしい街でした。統一教会の教えを強制される。安倍政権の批判は許されない。統一教会の献金は当然とされました。2023年、統一地方選。ついに、立憲民主党が立ち上がりました。統一教会に侵された八王子を打ち倒すために、立憲民主党は自民党を完全にマットに沈めました。立憲民主党が上位を独占したのです。今日は立憲民主党の英雄4人を皆さんに紹介したいです。立憲民主党、小林博恵さん。立憲民主党、木ともみさん。立憲民主党、安藤おさみさん。立憲民主党、浜野翔太さん。八王子だけじゃなく、うちの町にも来てくれと全国から声がかかっています。